翼！よこせ力を、よこせ、よこせ。うわ！俺は何をしていたんだ。ここは俺が食い止める。どうして。話は後だ。お前はあの子を助けてやれ。翼！急げ！でも翼を助けるにはどうすれば。いつきくどうすれば。信じられん。うわ、剣が喋った。その声もしかしてさっきの青いお化けみたいな人。ああ、気づいたら剣になっていた。嘘だろ。
気をつけて。大丈夫だ、俺がついてる。行くぞ。うわ、来るな。前を見ろ、戦い方は俺が教える。一か八かで、一か八かで、一か八かで、これだな。こ、怖い。落ち着いて、私がついてるわ。失敗しないといいな、失敗しないと、失敗しないといいな。えい思った通り。やれやれ。剣の人の思いが。これがカルネージ法。難しいかも。走れ雷光。やった。ヤリさん、痛くないですか？私は大丈夫よ。失敗しないといいな、失敗し、失敗しないといい。えい。うわうわ。逃がしてはくれないよな。難しいかも。むず、一か八か。難しい、難しいかも。走れ雷光。これだな。や、ヤリさん、私。えい。おっと、剣の人の思いが。これがカルネージ法。イカズチよ、この日を逃すな。なんだか照れくさいな。なんとか倒せたようだな。戻ることもできるみたいね。まだ状況が理解できんが、俺の名がクロムということだけは覚えている。クロムか。ありがとう、おかげで翼を助けることができた。俺はイツキ、青いイツキって言うんだ。青いイツキか。ん？こちらこそ礼を言わせてくれ。お前のうちに秘めた輝きが俺の闇を払ってくれたんだ。ありがとう。そしてよろしく、イツキ。ああ、よろしく、クロム。私はシーダ。あなたは翼という名前なの？え、はい、オリベ翼、18歳です。ごめんなさい、翼。私のせいで怖かったわよね。それは、はい、確かに怖かったです。でもあなたがいなかったら今頃どうなってたかわからないから。ありがとうございます、シーダさん。シーダでいいわ、翼は優しい子ね。それで結局クロムたちって何者？俺たちを襲ったり助けたり。待ってくれ、俺はなぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。シーダもですか？私も思い出そうとはしてるのだけど。
どうしよう、イツキ君。それだが、できるだけ早く脱出した方がいい。あれが敵の全てだとは限らない。クロムの言う通りだ。詳しいことは生き延びてから考えよう。俺を構えろ、イツキ。セイ、やセイ。焦るな、落ち着け。イチかバチかで行かずしよう。失敗しないといいな。ぜい、いいわ。一体こいつらは何なんだ。ぜい、よし翼、押す。はぁ、クロム、はぁ、やった。なんだか照れくさいな。クロムを通して新たな戦い方が俺の中に。これがこの姿の意味だというのか。どうした？うん。この力、受け取って、翼。いいかしら？